皆さんこんばんは。せーの、 AKB48 18期研究生です。それでは左から自己紹介お願いします。はい、はい、私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。はい、あなたのハートをパスミン。私の名前はカスミン。ありがとうございます。笑顔とエクマがちゃんポイント。大分県出身、高校3年生や18歳のかすみんこと工藤かすみです。よろしくお願いします。卒業してないの？卒業16日にしました。あ、そうなんだ。じゃあ高校3年生じゃないね。あ、ほんとだ。でも3月まではね。そうだよね、高校生なんで一応高校生って言わせてください。よろしくお願いします。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢玉いすゞ、埼玉県出身、18歳、ゆえみんこと坂井ゆみです。よろしくお願いします。ゆえみん、高校生で亡くなりました。おめでとう、卒業。はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫、二十歳、小彦と成田小ひなです。よろしくお願いいたします。二十歳、二十歳になってから初めてキャッチフレーズ言った。えそう、初めて。じゃあ記念すべき一発目ということで、なんかめっちゃ違和感だね。ね、うん、ということで、はい、タイトルコールをしましょう。はい、いちかばちかで全力一発ユーム。え、さあ、いちかばちか全力、いちかばちかで全力ですね。え、なんか黙ってたくない？黙ってた？黙ってたよ。わかんない、わかんない、まあ、それ置いといて、まあ、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい人はアーカイブをご覧ください。はい、アーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらにもぜひご参加ください。はい、ショールームの番組参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールして投げちゃっ…あ、ちゅっちゅっちゃ…すいません。アイテムを投げてどんどんアピールしてください。はい、それではコメントを読んでみましょう。はい、かすみこんにちは。みんな元気かな。なんか不思議。 W? なんで W? なんで笑われてるの？なんで笑われてるの？笑わないで。W? みんな笑ってる、ずっと。なんかさ、これ、うん、ギフトがさ、すごい桜、何？本当だ、春仕様になってる。え、でもスタジオもね、気づいてることもいるから。そう、桜です。わー、桜ではないね。かわいい。私ね、花って名前ついてるし。確かに。ね、花の申し子ということで。はい、お願いします。それでは番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみましょう。はい。お、それでは3位から。はい。はい。の3位、まゆさん。ありがとうございます。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。無料登録がまだの皆さんを登録してコメントやアイテムへのご参加お願いします。お願いします。それでは拡散してもらいやすいようにここでスクショタイムです。はい、10秒間カメラにアピールしますのでスクショして SNS で拡散お願いします。お願いします。せーの、じゃん。かわいい。今日はすごいなんか呪いの言葉みたいにいっぱい書いてあるけど、ね、今日は小日向とゆえみとかすみ。忘れてたよね。ひどくない？しかも見てください、これなんかこれだけなんかホラーみたいな文字になってんの。かすみですらないのこれ。かは、ね、悲しい。かろうじてわかるけど、なんかさ、なんかさ、太い方で描いたらこうなっちゃう。そういう歌目なとこもかわいいね。じゃあリボンポーズしますか。リボンポーズ、なんだっけこれ、こうだけなってる。じゃあ行きますよ。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。じゃ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 。
くお願いします。そして今日の一発チャレンジは X で指定されたポストのリポストといいねの合計数200ごとに挑戦時間が1人10秒プラスとなります。今からでも間に合いますのでぜひ高評価お願いします。お願いします。本当にお願いします。はい、ここで最近を振り返っていきたいと思いますが、はい、お願いいたします。最近はやっぱりね、はい、週末はピアアリーナ MM でコンサートが行われましたよね、2日間ありがとうございました。ありがとうございます。なんとね、私たちがピアアリーナ初めて立ってから約323日で数えた。なんかアプリで計算するやつだったから計算したのね。そう、どうですか、どうでしたか。え、なんかさ、18期初めて立ってからこうやってあの18期だけのオリジナル楽曲のマジネタをね、8人でね披露させていただいた。ちょっと胸が熱くなっちゃって熱いやん、熱くなっちゃったね。でも私は、うん、今回初めてフルサイズということで、本当に本当にそう大変なとこもあったんですけど、ね、なんかコンサートまでは長いなと思うけど、うん、コンサートが終わってからすごくあっという間だなって思いました。本当に分かる、うん、すごい短いなと思いました。はい、卒業コンサートも行われて、そうなの。そう、1日目は柏木由紀さんの卒業コンサートだったんですけど、そうそう、やっぱりたくさんの OG の方がいらっしゃって、ね、私たちは初めてお会いする方がすごく多かったので、本当になんか一ファンというか、ね、そういう気持ちで、そっち目線でめっちゃ見ちゃう、うん、なんか本当にエモいって思って、うん、小さい頃から見てたから、ね、本当にそう、不思議だった。うん、え、リハーサルちょっとガン見しちゃって、ね、本当にね、チラチラ見ちゃった。チラチラ見ちゃいました。本当に良かった。本当に良かった。うん、でもね、足悪い中ね、あ、本当に頑張って出てくれて、ちょっとね、ありがとう。本来より出番は少なくなってしまったんですけど、うんうん、なんか途中で私が入っていくところがあって、うん、その時にアズが、うん、あの迎えに来てくれたんですよ。リキャッツ。そう、めっちゃ一人でね、誰もいなくて一人で迎えに来てくれたんですけど、うん、迎えに来てくれた整理で、あの間に合わなかったっていう。そう、センターステージ間に合わなかったみたいな。そうなんだ。そういうこともあったんですね。そんな優しさの上に見てくれた方、はい、ですね、見逃し配信とかあるかもしれないので見てください。まだ見れるよね、多分見れる、Hulu さんで見れるので、ぜひ見つけてください。はい、はい、今後のお知らせはエンディングで発表したいと思います。はい、ここからは今日の企画です。タイトルコールをかすみん、はい、お願いします。いきます。18期のつぶやき、イエーイ。最近のポストをチェックしていきたいと思います。メンバーのツイートポストがね、ポストをちゃんと読んでいるか確認したいと思います。番組がピックアップしたメンバーのポストの文章の一部を隠してあります。その隠されたポストを当てる穴埋めクイズ企画です。おい、ちなみに3人みんなポストをしてますか。え、あんまりプライベートのことはポストしないかも。確かに、うん、確かにね、なんか難しいと思う。あんまり見てない。私も見てない。あ、見てないかも、ね、なんかだから楽しみ逆に、うんうん、確かに。これで知れますね、うん、でも懐かしいコーナー、これやったことあるの。え、ないの。初めて、え、初めて、初めて、そうなんだ。結構やったことある。私もある。じゃあ初めてということで、誰が1位を取れるのか楽しみですね。多分意味が1位かも。え、マジ見てないんだよね、ほんとに。ごめん、興味ないかも。興味持って。え、同期だよ。さ、流れてくれてくれるなんてしか見てない。あ、タワーだって。え、なんですか。え、タワー、ナイスタワー、ナイスタワー。見れるかな、見れるかな。ライブ職員でもやってたな。ライブさん、ライブさん、タワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ早速引いて、かすみから、はい、行ってきます、はい、お願いします。あ、じゃん。え、くご、え、どういうこと、どういうこと、かすみじゃん、そういう感じ。え、どういうこと、どういうこと。なんか前と違うね。ね、違う、うん、なに。じゃあ、もう一回行きます。お、どうぞ。すごい。え、知らない。え、私わかっちゃう、これ知らない。自分だもんね、見たことない。ヒント言ってもいいですか。何文字言ってくれんの。え、何文字は言わないけど、うん、画像に注目してください。え、見てないの。分かったかも。待って、みんなこのツイート見てないの。見てるわけないじゃん。見るわけないじゃん。何、見て、
知らないよ。静かに見て自分の。見るわけないじゃん。ファンの皆さんわかりますよね。何これ。え、なんかわかったかも。え、これはあの画像が大事です。画像がヒント。メガネとチュロスと。わかったかも。え、知らないのみんな。え、やばいって、それは私にも愛が足りないですよ皆さん。え、分かったかも。でもこいつも分かるよ。え、しかも結構最近だよ。お話し会だもん。だって握手会だもんこれ。確かに最近ですよ。このかすみは見たよ、直接会った。ちょっと、え、このかすみには会ってない。みえ、嘘でしょ。だけどみんな全然覚えてくれてない。え、マジで悲しいんだけど。会ったけど、でもみんなからいいね来たよ結構。これさ、今日も一緒に頑張ろうって朝ってことだよね。まあ確かに私が朝それを使うかも。朝だって結構ヒントじゃない、ね、それ結構ヒントですね。見たような気がするけど忘れただって。なんで忘れるの。お茶目だよね。え、なんで忘れるの。私のツイートだよ。一つ一つ覚えといてよ。ひどい。お茶目だ。覚えててください皆さんも。悲しいよ。はい、オッケー。はい、じゃあいきますか。じゃあみんなでせーので、うん、いくよ。せーの、じゃん。え、何？おはよう、おはようメガネ。何？おはチュロス。おはチュロス。これチュロスはカタカナなんですよ。え、わかんないじゃん、まだまだわかんないじゃん。わかんないじゃん、まだわかんないじゃん。いや、で絶対そうだよ、本人のもん。じゃあ答えいきますか。答えお願いします。ほらおはチュロス。え、ゆみ正解じゃない。え、これダメ。え、カタカナまで合ってないとダメ。 え、これが正解です。厳しい。じゃあ、かすみ、もうひどい。 0.5 ポイント。 0.5 ポイント、ゆみ。まあ、ゆみみは、確かに罰だけどね、正直。え、正解だよ。波もないもん、波もないもん。正解だよ。じゃあ、0.5 いいよ。さ、あんまりファンの人当たってなくない。え、そう、覚えてないんだよ。なんかさ、みんなもうちょっと回答して。覚えてない、知りませんね。だって、もうちょっとだけこれかなみたいな出してお願いだから。ね、お願いだから出して。さすが、いや、さすがに本人 0.5 じゃないこれ。なんでよ。1だよ、ちゃんと。もう、みんなちゃんと答えて。あの、このきっかけにお願いだから。もう知りませんとかじゃなく、覚えてませんとか、ちゃんと予想でもいいから送ってほしい。頑張って。じゃあ次行きますか。次、あ、え、東京スワンさんからありがとうございます。東京スワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、3月の7日のツイートです。最近ですよ、2週間前ですよ。めっちゃ最近だね。もうひどい、みんな、あつみんなって。はい、はい、ということで次ゆみみ聞いてよ。せーの、ダラララン、ダラン。お、秋山ゆなちゃんです。お願いします。お願いします。あ、はい、わかりました。え、候補2つある。え、確かに2つあるわ。候補2つある。え、なにこれ。え、何文字か知りたいかも。いや、でも全くわかんない、ね、こう TikTok とかその宣伝系あんま見ないかも、私。回ってきたやつしか見ない。え、私候補が2つあってどっちかがわからないかも。なんか見た気がす。え、でもこの TikTok 見たの。これは見た。そう、え、見たけど覚えてない。え、これさ、書いて大丈夫なの。確かに。オッケー。自信ある。これ見た気がする。回ってきた気がする。ではいいですか。いけます。はい。せーの、じゃーん。シナモン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 。ミナモンみたい。じゃあ正解お願いします。あー、シナモンやん。これは、え、結構最近じゃないこれも。うん、これ最近だよね。見た気がする。ね、私も最近見た気がする。覚えてました。これ余裕だよね。さすがにね。大好きなってついてるからね。ね、それちょっと結構ヒントになってるから。名刺しかないからね。あの、しかもその TikTok 見ました。私も見た気がする。うん、じゃあ、小日向行っちゃいますか。いいですか。お願いします。じゃん。成田自分だった。これは答えれるでしょ。え、自分のツイートも見てない。そんなことある。わかんない。お願いします。お願いします。わかんない、最近でしょ。でもこれさ、あ、わかった。週末だね、週末。成田、え、
え、こひちゃんのさ、見てないの？見てない、待ってえ、こんな長か短かったっけ。え、こんな短かったっけ。え、なんだっけこれ。え、難しい。簡単だよね。こんな多分私も、多分ね、数字が不安。 OK。 え、待って待って、おかしい、文章がおかしくなった。え、待って、これは正解したいね、さすがに。で、さすがに自分のだから。頑張って。何でもいいよ、あそこに当てはまりそうなの、うん、ね。夢これだと思う。じいちゃん自信持っていこう、自分の体で。分かった、うん。キンモクセイよかったくない。え、よかった、めっちゃうまい。やった。歌うまいメンバーだったよね、あれね。ちゃんと、え、違った、そうか。いきます、せーの、じゃん。え、たまつく5人歌うまメンバー、たまつく4人。え、待って、最悪や。じゃあ正解お願いします。え、たまつく誰増えたの。え、誰、た、どこに入った。え、待って、え、5人じゃなかったっけ。誰いたの、どこに見えた。違った輪郭が見えてたかもしれん。なんかせん、見えないセンターがいたの。だから 0.5 じゃないですか。ゼロやろ。厳しい。え、そうですね、これはもともと別に他がつくからといって集められたわけじゃないんですけど、うん、私がそう、このね、メンバーを見た時にこう並んでて、小田さん、田口さん、成田、太田、こう他がね、全部並んでて、うん、あれ、これ全員他つくなと思ってツイートしただけなんですけど、みんな気づいてなかったみたいです確かに私も初めて知った。太田さんとかもね、リプでね、気づかなかったって。えー、そうなの。そうなんや。一応歌うまユニットとして選ばれたんですけど。え、そうだよね。え、なんか歌うまって書いてた。ゼロー。ダメだよね。私が欲しいの見えたんだけどな、私には見えました、もう一人の歌が。あ、本当に、うん、見えないセンターがいたみたいですね、多分。そうもう一問ぐらい行きますか。じゃあ私行きます。じゃん、それで、あ、アライちゃん、アライサイちゃんです。アライサイちゃんです。誰、なんだろう、サイちゃん。サイちゃん、お願いします。え、わかんない、ちょっと長い文章難しい。え、これさ、わかるけど一言一句はわかんない。あ、わかった。え、こんな短かったっけ。え、でもわかんない。ね、一語一句わかんない。わかんない。なんとかだ、なんとかなんで、なんだっけ。全然見てないね、ツイート。意味わちゃん、夢見が一番見てないくらい見てないね、全然。ちなみに私のだいたいわかるじゃんね、こういうのって。ちょっと待って、あの、何があるか思い出してる。なんだっけな。ねえ、一語一句わかんないよ。どうしよう。なんだっけ、これなんて言うんだろう。難しい。ねえ、難しい。2つある、候補が。え、なんかそんな感じなのかなっていうのはあるけどさ、思いつかない。え、長い文章はちょっと NG だよ。え、それはわかるんですよ。え、そうなんですよ。それはわかるんですよ。その前がわかんない。その前がわかんないの。わかるんだよね。え、その、どこだ、そこわかるんだけどさ。なん、なんのって言ってたっけな。え、そうなのに、二人や、二つあんの。でも、いや、そ、でいい。え、なんだっけ。待って、こういうんじゃない？何やったっけ？できたかもしれないです。お待たせしました。わかんない。できたかもしれません。もうわかんないからこれや。はい。ニュアンスね。せーの、じゃーん。特大ジャンプ。サビのフリーです。
の大ジャンプ。あ、だって気がする。確かにさえちゃんめっちゃジャンプしてんのよね。じゃあいきますか、答え。せーの。抜けそうです。大ジャンプ。ねえこれ特大ジャンプでよくない？惜しい。私が一番惜しいよ。え？サビの大ジャンプ。え、ゆえが一番惜しいじゃん。サビのフリです。だからダメだよ。わかるんだよね、あそこって。そう。一人だけジャンプ。そうなの。え、そうなの。違うのよ。え、サビの、え、ダメ？これ。正解だよ。惜しくない？これ。え、これも惜しくないですか？惜しい。え、なんで？でもサビなんてないよ。だってジャンプするとこサビだけやん。いやダメだよ。なんで？なんで自分で焼き。特がついてるもん。大ジャンプだから。特大ジャンプ。いいやん。ニュアンスやん。サビのニュアンスやん。何ポイント？え、1ポイントずつ？やった。自分に厳しく 0.5 にしとこう。なんで？じゃあ 0.5 と 0.5 にしよう。え、今目ゼロね。惜しかったね。惜しくない。いや、わかるのよ、場所は。え、いや、わかるよ。いや、私もわかるよ。まだ行ってます。まだ行ってます。じゃあ、夢引きまーす。せーの。せーの。じゃじゃーん。お、山口ゆいちゃんです。ね、難しいよね。ね、一番厄介した。一番難しいゆいちゃんが。でも最近のさ、最近なんか落ち着いてるみたいな。確かに。え？あ、はいはい、わかんない。ついに、あ、それ、ちやきが卒業。この絵文字どっから取ってきたん？この絵文字か。初めて見た。この絵初見、初見なんだけど、初見。え、待って、何これ。絵文字。よーって、なんか悲しそうじゃない？え？これ。本当に難しい。今すでに高校生の気分だよ。なんだっけ。え、ねえ、ゆいちゃん難しい。ファンの人もなんだっけって言ってる。今すでに。なんかもうニュアンスで。え、見たことある。ない。え？めっちゃ見たことある。あ、偉いねってなったもん。偉いねっていうか、そうだよねって。え？そういう感じ？え、そうだよねってか、まあ、そうは私はなったことないけど、うん、あ、そうなんだみたいな、かわいいねって感じ。え、分からん、何それ、難しい。え、分からん、いや、見たような記憶もあるけど、なんか意外とみんな全部覚えてない。できました。はい、はい、じゃあいきますか。はい、せーの、じゃん。緊張して泣きそう。はい、今すでに泣いちゃうよ。足がブルブル震えてるよ。わ、それっぽい。それっぽい、本当にこれだと思う、多分。正解お願いします。お願いします。惜しい、惜しいね。しい。これブルブルいらなかったか。緊張して泣きそう。え、あそこのさ、緊張しててんの後があれだよね、隠れてたよね、うん、え、私1ポイントじゃない？厳しい、厳しい。1ポイント、厳しい。 0.5 じゃない？ 0.5 か、ちょっと自分に厳しくいくわ、ちょっと今日は。じゃあ、私は 0.5 ポイントということで。勝った。ラスト？え、私すごくないか？え、すごいじゃん。え、みんな全然ツイート見てないじゃん。もっと見て。仲いい人のわざわざ見なくない？え、見るやろ。え、本当に本当に。え、見ますよね。なんかあったらすぐ連絡しちゃおう。確かに。いきます。え、でもみんな何？サコー。あー、全員出たね、ここ。本当だ、恥ずかしい。じゃあ、サコはサコどうぞ。何書いてんだろう。え、わかんない、これわかんない、これわかんない、わかんない、わかんない、見たことない。いや、あるでしょ。え、ないの？え、流れてくれかない？え、流れてこない。ねえ、わかんない、なにこれ。やばい、やばい、やばい。なんだっけ、でもね、2つ あの、ね、言い方あるんだ、これ。15歳のゆいちゃんも。え、なんか、ニュアンスしか覚えてない。自分のツイートなのに。え、みんなもっと気持ち込めてツイートしようよ。いや、気持ち込めてるけどさ。一つ一つにさ、もっと気持ち込めよう。ツイート。え、だってさ、ファンのさ、みんなもさ、知らないって来てる。覚えないよね、わざわざ。え、覚えるよ。なんで？え、てか見たらさ、
さ、分かるくない、大体こんな感じかなみたいな、記憶力がいいんだね。ありがとうございます。すごい、他の人に興味があるんじゃない。あー、ね、確かに。え、待って、好奇心旺盛みたいな。ね、自分も分かんないかも。なんだろう。え、でもね、分かんなくても、これえ、ゆえみさんは15歳のゆいちゃんの、自分が分かんないって一番知ってます。いや、2つ言い方あるんだよね、これ。どっちか迷う。かすみ、だから覚えてるから頭上がらない。 W 笑わないね。え、分かんないよ、これは。いや、これ何も思い出せない。私もちょっとこれは自信ないです。はい、はい、いきますか。せーの、じゃーん。ずっと赤ちゃんでいたね。え、そう、たくさんお菓子買ってあげるね。え、お菓子系バブちゃんで可愛い。え、違うか。お願いします。わらんね。普通さ、この前だったらさ、ね、赤ちゃん系じゃん。ね、赤ちゃんだと思った。甘くしてるイコールさ、ゆいちゃんお菓子じゃん。そういうことか。確かにね。まあ確かにね。あげたの。うん、あげてない。あげてないんかい。あげてないんかい。でも今日ね、ラムネあげた。あ、いいじゃん、えら。ゆいちゃんに1個ちょうだいっていつも言われる。1個じゃないからね、でも、うん、2個ぐらいある。あ、はい、ということで、何ポイントでした、みんな。え、わかんない。あ、え、なんと工藤かすみちゃんちゃんが3ポイントで、私、佐藤由美が 2.5 ポイント、成田小日野も 2.5 ポイントということで、工藤かすみの大勝利。すごい、まあ、もう私、18期のこと、みんなのこと好きですから、一つ一つ覚えてますよ。すごいね、思い出大事にするタイプ。そう、本当に、ね、写真の枚数多いもんね。そう、私まず写真3万枚ぐらいあって、思い出消せれないタイプ。 USB にも入れてるタイプなんですけど。3万枚でも。なので、あの、ちょっとこれからも思い出大事にしていこうかなと思います。皆さんもね、あの、いや、思い出大事だよ。ポストするとき、あの、力込めて言ってください。え、込めてるけどさ、本当に忘れちゃうもの忘れちゃうもの。そうだよね、うん、そういう時もあります、ね、でも家も3万円だけど、家もそれぐらいある。3000万円ってさ、やばくない。アイドルだよ、一応3000万円。アイドルで3000万円ってやばくないですか、普通に。桁が違いますね。はい、ということで、はい、メンバーを一番チェックしているメンバーは工藤かすみちゃんでした。はい、ぜひ皆さんも私たちの X のフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。以上、18期のつぶやきでした。はい、続いてはこのコーナーです。かすみん、お願いします。え、私、うん、うん、かすみってこい。はい、いきますね。うん、一発チェンジ、イエーイ。待ってました。待ってました。待ってましたよ。お祭りか。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。はい、5ポイントゲットするごとにご褒美企画が行われます。ということで、今回、現在は新しいご褒美に向けてのチャレンジ中です。はい、前回のスマホ入力チャレンジをクリアして現在4ポイントです。リーチ。今日からのチャレンジは、みんなでつなげルービックキューブチャレンジです。まずは先週の様子を見てみましょう。どうぞ、どうぞ。え、頭何つけてん。え、うちらもつけた。離させて。爪揃えるんだけど、すごいよ。
ちゃんが見てるね。やつを真ん中に置くの。そしたら、どういうこと、どういうこと。え、この黄色揃えたいとするやん、まず、うん。そしたら、この真ん中の段にこの黄色が来ればいいの。うん、とりあえずね、うん。真ん中の段に。これ、黄色あるじゃん。そしたらここに回せるから、こう作りたいのね、十字を。うん、だから、だから次黄色探します、うん。あ、ここ黄色あります。ここ十字にしたら揃えるでしょ、うん。で、あとこことここ欲しいじゃん。先生。あ、ここありました。あとここだけじゃん、うん、で、これこっちにあるからこれ移動して、もうここ他のずれちゃうじゃん。いや、そしたらここ上を移動すればいいの。ここを変えればいい。ちょっと分かってないよね先生。ちょっとね、説明がちょっと長いごめんなさい、集中してました。集中モード、集中モードに入ってました、先生が。はい、ということでリポストが148、いいねが399ということで合計545でプラス20秒。うわ、1人20秒ってことだよね。ありがとうございます。ってことはいけるね。えー、ない、いけるいける。いけないか。いや、いけるよね。みんなの前があったら絶対いけます。そうだよね、先生頭いいって。まあねまあね、まあ、でも一応ね、めっちゃ YouTube 見てきた。YouTube みたいな。天才。いやね、何もわからない、ね、見たけどよくわかんない。そうだよね、うん、まず誰から行くか、ね、やっぱ霞最後に取っとかない、うん、希望、いいよいいよ、希望で、じゃあ、これ多分無理だ、これ。せーの、最初のじゃんけん、はは、じゃあ2番目、あ、でも2番目で、あ、オッケー、じゃあ私この順番が ね、いいね。 1,2,3 でやりたいと思いますはい、アドバイスしても大丈夫。どこからやればいい。あ、これもうすぐ黄色揃えそうだからこことここ揃えてほしい。眠いできない、できろ、ね、ちょっとヒント言って、助け合いだよこれ。そうだよ、ね、人生助け合いだよ。そうだよちょっと言って言って言って、ここ横、あ、まだ大丈夫ですよ。何何、はい、スタートしてくるだってじゃあ用意スタート。どこ、横まず動かして。どこの横。ここ、わここ、ここ違う、どこ、ここ、ここ上の段の時、わー上の段だけをこういう、違う、こう、こう持って、あ、こう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 、で、そしたら、そしたら、あー、そして、触ったから、あー待って、ね、十字にして、十字にして、頑張ってみる。あー、これ動かしてダメなんだよな。ね、上を動かして、上を動かしてるよ。そう、だとしたら真ん中にさ、こうやってこうやってしたら封印してんの
一応ね一応ね動かすだけ、上を動かせばいいの、わかる？ここ縦とか動かして、だってここを動かしたくないんだから、わかった？わかった。じゃあ行きましょうか。じゃあゆうみちゃんお願いします。そう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 。あー違う。先生が怖いよ。ねえちゃんと横向いて、ちゃんともう先生が怖くて、あ終わった終わった。これはえ来てる来てるよ。あー来てる、来てないわ全然。エンディングです。はい、早かったですね。早いですね。
それではここでお知らせをしたいと思います。お知らせです。はい、ダダダン、AKB48 17期生昇格記念ライブ新メンバー挨拶回り、私たち AKB48 ですっていうね、あの全国ツアーですか。そうなんですよ、これが開催されるということで、はい、まずは7月21日に宮城、はい、8月3日に大阪、8月18日に愛知、8月31日に福岡、9月28、29に神奈川ということで、17期生さんと18期研究生、そしてお手伝いメンバーとして19期研究生も出るということで、そうなんですよね、昇格記念なのに、私たちも出させていただいてありがとうございます。ぜひ皆さん来てね、ご応募待ってます。はい、お待ちしてます。本当に楽しみ。そしてそしてないかない、ね、ないです。あの口頭でお願いします。お願いします。あ、半身っていうのは二次販売がこの後19時からございますので、あのぜひ皆さん二次販売あの落選してしまったって方や、あ、申し込み忘れてたって方はね、ぜひこの機会に二次販売ありますので、ぜひ18期のお待ちしてます。一周年半身で18研究生の今私たちの花が咲くハッシュタグ今咲くで皆さんたくさんポストしていただいたり、はい、ね、いただいたりその楽しい ね、はい、今日時間を共有したいので皆さんお願いいたします。ね、どんな内容かは ね、まあ、ね、まあね、そうなんですよ、そうなんですけど楽しみですね、これから、はいはい、最後に、それでは詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトでご確認ください。お願いします。お願いいたします。では最後にランキングを確認してみましょう。はい、では13位から、はい、せーの、13位、ゆいとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、さやかさん、ありがとうございます。せーの、11位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの、10位、ジロリンさん、ありがとうございます。せーの、9位、焼きそばさん、ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、8位、ゆきおさん、ありがとうございます。7位、大輔さん、ありがとうございます。せーの、6位、ウォーターメロンさん、ありがとうございます。せーの、5位、アンさん、ありがとうございます。せーの、4位、トシちゃんさん、ありがとうございます。せーの、3位、ビビアンドベベさん、ありがとうございます。以上、AKB48 18期研究生です。